ビレバロ、1976年11月22日帯は、フィンランド、ヘルシンキ出身のゴシックメタルバンド、ヒムのシンガーソングライターであり、フロントマン、聖域はバリトン、ヘルシンキのバーディラ地区で生まれる。父親のカリは、フィンランド人で、母親のアニータは、ハンガリー人の血を引く。ビレの出生後、家族は、川沿いの町に移り、 彼が10代の間をそこで暮らす。1984年には彼の唯一の兄弟である弟ジェッセが生まれる。彼は10代後半の時、父親の持つアダルトショップで働き、18歳の時に自立。幼少時代には音楽好きな両親の影響で、フィンランドで有名な歌手、タピオ、ラウタバーラやルーリー・バディング・サマージオーキーを聴いていた。その一方で、 年上のいとこからは、キス、ブラックサバス、アイアンメイデンといったヘビロックを教わる。バロは、1987年から1988年までヘルシンキで結成されたバンド、BLOD とイラビーナ・ボーイズに、1989年から1999年には、ケモテラピアに、そしてダニエル・ライオナイのプロジェクトには、ドラマーとして加入していた。彼はまた、 フィンランドのバンドザ69アイズによる Wasting the Dawn という曲の PV にも出演した。このバンドの最初の2つのアルバムではコーラスとしても参加した。現在バロはヒムのフロントマンとして1つの EP と8つのアルバム、4つのコンピレーションアルバムをリリース。ヒムは5枚目のアルバムダークライトでフィンランドのロックバンドとしては初めて。 アメリカでのゴールドレコード賞を受賞した。2013年4月26日には、ヒムの8枚目のアルバムティアーズオンテープをリリース。彼は現在、ヘルシンキに住んでいる。バロは、CKY、ジャッカスやビバラバムのスターであるバムマージェラとは親しい、友達であり、同じタトゥーを数多く共有するほどである。バロは、映画ジャッカスナンバー2や、バムを監督とする映画、ウェアザドル イズ・サンタに登場している。ビバラ・バムの中にもたびたび登場している。映画マダガスカル2のフィンランド5バージョンではカバの元々を演じている。ありがとうございます。